はい、皆さんこんにちは、阿部の生命です。まあ、この風景もね、まあ、皆さん見慣れているかもしれませんけど、まあ、右側にね、まあ、岩櫃城を、まあ、模したっていうかな、まあ、日帰り温泉施設岩櫃ふれあいの里くつろぎの館、まあ、そういったものがあります。まあ、400円くらいでね、お風呂に入れるんですけど、あれやば、間違えたか。まあ一応こっち入りましょうね。こっち入らないとね、向こう側行けないんだよ。まあ一瞬焦りましたね。このね、長い橋を渡っちゃうともうダメね。あ、どっちみちね、向こうから来たらね、この細いね、すごいね、岩櫃山、岩櫃城址直進。でも今回はね、また岩櫃城址行こうというわけではございません。もうね、一度行ってますんで。何しろね、まあ1度目はね、まあ、ここら辺から歩き始めちゃってね、まあスタート地点のね、平井駐車場にすら、まあたどり着けませんでした。うん、万象坂は左。まあ、来る途中にね、まあ温度計があったんですけど、もう10度切りましたね。まあ9度なんていう表示が出ていました。めっきり寒くなりましたね。今行こうとしているのはね、まあ、平井駐車場の、あ、そうですね、まあ、平井駐車場はここを直進、道なりに行きます。行こうとしている観音山不動の滝はこちらです。お、赤い橋が見えてきましたよ。見るからに寒々しい風景になっております。まあ、ちょっとね、車の外に出るのが、まあ、嫌だなっていう気がしますね。観音橋、不動沢川、まあ、こういったところはね、まあ、冬眠前のね、まあ、月の悪魔、まあそういったね、危険性も秘めているんじゃないかなと私は思うんですけど。あ、ちょっとした滝がございます。ここがね、駐車場なんですね。不動滝トイレ、ここを駐車場でいいんですよね。はい、いいんですよねって。4台くらいね、駐車スペースがありますみたいな。はい、じゃあ外に出ましょう。
はい、そちらの方向からね、登ってまいりました。まあ、するとね、まあ、このようなね、案内看板がございます。観音山龍ヶ山案内図。まあ、先ほどのね、まあ、二股で分かれたところ。あ、それはここですね。まあ、ね、赤い橋を渡ってずーっと来ました。やっぱり駐車場で会ってましたね。そして、まあ、不動堂があって、まあ、目的の滝があります。まあ、こんなにね、いろんなね、まあ、靴って書いてあるのかな。まあ、石門とかね、まあ、靴とかいっぱいあります。でも、これだけね、まあ、まあ、見て回るのはね、大変なんで。まあ、不動堂とね、まあ、滝。その2箇所だけね、まあ、見ていきたいと思います。まあ、観音山ね、まあ、右側のね、山。まあ、標高530メートル。まあ、古くはね、松山あるいはね、岩堤と呼ばれていましたけど、延享4年、1747年に、百鬼の観音石像が祀られてから観音山というようになったという。まあ、そのようなね、まあ、説明がございます。それではね、早速、不動堂に行ってみましょう。はい、先ほどのね、案内看板、そちらです。そしてね、この階段をね、登ろうかなと思ったんですけど、ひときわ目を引く赤い植物。なんですかね。まあ、初めて見ましたね。まあ、実なんだろうな。こんな植物がありました。まあ、一個だけだね。不動堂はそちらです。そちらからね、歩いてまいりました。じゃあ、ちょっと周囲の風景をね、ご覧に入れます。まあ、駐車場はそちら方向。まあ、川が流れています。そして、あずまや。おー、これが不動の滝ですね。そして、こちらが不動堂。そうですね。まあ、来た方向はこちらからです。まあ、なんて書いてあるんでしょうね。ああ、先ほどね、龍ヶ山ですね。龍ヶ山。すご。滝がございます。まあ、向こう側にもね、1本、2本、3本。まあ、数本ございますよ。すごいね。
はい、移動動画ね、そちらにございます。まあ階段がね、まあここにあることはあります。まあ下って行けるんです。そしてはい、まあ橋があってね、まあ滝壺のねすぐまあ5メートルくらい先まで近づけるんですね。あっはー、あ、まだ上にもあるな。まあこうにするとね、まあ映りますかね。まあ1段、2段、まあ3段。なんか迫力ありますね。まあ流量がね、水量が多いからかな。まあかなりね、まあ勢いがありますね。まあ三段にね。まあ一番上の滝がですね、ちょっと木にね、かぶさってしまってるんで、まあ分かりづらいかなって気がしますけど。まあどうしようかな。まあすぐそばまで行きますか。まあ一旦下ったらですね、まあ登ってこなくちゃならないという。まあ行きましょうか。はい、なんとかね、まあ、不動堂のところから、まあ階段を降りてきましたよ。まあ、橋をね、渡りました。もうね、大きめの声で、まあ、喋らないと、まあ、滝のね、音でかき消されてしまうと思います。もうすぐ、まあこんな感じです。ここまで来ました。まあ私の足で来てるかな。ここまで来ています。すごい迫力ある映像が撮れてると思います。カクカク動くね、これね。すごっ。まあもう少しね、まあ8月とか、まあ暑い時期にね、まあこちら来ていればね、まあ飛び込むのもありかなみたいな気がしますけど、まあさすがにね、外気温まあ9度、もうこの滝つぼ周辺はまあ7、8度にはなってるかと思います。さすがに打たれることはできません。すごっ。もう少しね、気温が下がれば、まあ凍るのかなという気もしますけど、まあ流量がね、多いので、まあ完全に凍るまでにはならないんじゃないかな。まあわかりませんけどね。すーごい。じゃあね、周りの景色です。
すごいわ。東屋があります。川があって葡萄堂があります。葡萄の滝です。はい、それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。